ですね、チットばっかし鍛えまして、鬼1個あげて雄たけび覚えさせまして、マカミに精神向こうつけました。まあ、どういうことかっていうと、まあ対策っすね。セーブしたっけ、セーブ、開幕セーブです、すいません。あれと一緒なんだよ、主婦と一緒なんだよ、ガスコンロ消したかなっていう。そういう感じです。なんで挑みに行きましょう。うん、状態上が怖いんで、まあ、チャームが特に怖いな。ディスチャ8か、買ったんだよな。で分かったままね、アンク、まあマハンマオン、でもあいつ確かマハムドオンもあったはずなんだよな。なんで寄っちゃうとあれなんで、まあハンマー自殺で死んだら運がなかったってことなんで、4万手かな。俺がチャームになるのが一番ダメなんで、これでいこうか。うまくいくといいですけどね。開幕、まあ鬼がやられねえといいけどな。 MP がとにかく辛い戦いになると思うんで、ごめん。なんかああいうの欲しいよね、絡んできた招き方を一体も倒さなかったら、なんか特殊イベントありみたいな、ね、今だったらあるかもな、そういうの。ねえか、しこいや、2体目の、まあ、魔人軍の中では2体目か、ライドを入れれば3体だけど、ふい、こっから任意なんですよね、魔人。マニアックス以上、ね、やるぐらいメガテン3好きな人はね、みんなやるだろう。ヒトチュラ殿、ここの強キャラ感いいよな。すべてがいいよね、このゲーム。よし、なあ、あ鬼か、きなりかよ、聖剣好き。どうすっかな、まずね、フグレス、この2段階のでかい、とりあえず MP なくなる前だけ。ラクカジャだな、そうだ、俺メディア覚えます、そういえば言ってなかったけど、やっとくか。カルカ、じゃあ最初積んどくのがいい。ラクンダ、うわぁ、カルカジャー待ってね、マカミ、マカミはちょいちょい与えて、カルカジャー回して、ほんで楽になるか、よし、これ OK かな、これ
わ、全然かわせねえな。よっしゃ、行こう。300か、出るね。どうしようか。マカミの MP をちょっと回復させたいな。避けねえな、全然避けねえな。くわ。回して攻撃使うか、押し点だしな。エリアがあるかな。マカミの MP 回復させたいんだけど、鬼が頑張って稼いでくる。マカミばっかり行くな。ああ、当たったらしいな、当たったらしいな。行くぞ、うるっ。あ、どうすか、まだいいか。体力も大丈夫そうなのだし、まあ、玄武にだけいかねえな、全然。うるっ。やっ、感じだ。マカミに一回ディアかけて。来るか。これがね。おお、ついに、ついに避けてくれた。やっぱ二段階だとやっぱ。あれですね、全然かわさないな、まあ、こっちも攻撃空振りにくいのはかなりでかいですけど、いけ、きたー、これよ、これ、このためにマカミを入れた。ゲーム寝た、寝たぞ。しかもどうせ寝るなら鬼とかに MP 回復も兼ねて鬼とかにしてほしかったけど、回すとここ一回、永眠の誘いがないんで、このゲームないんだよな。クソ、岩清水買うべきだったか。俺とマカミが、あ、ゲームがそっちになったか。いっす、じゃあとりあえずかけとくか。あ、岩清水あった。パニック金ばらまくけど、まあこっちか、とりあえず。ん、よかった、金ばからまかなかった。ばらまきラインがちょっと怖かった。あ、やべえ、ミスったか。これはこれで治るっけよな。よかった、メディア撃てねえ、メディア撃てねえか。一番落ちそうなやつ
かみたいな。いやーどうすっかなこれ。いや、この曲いいね。一安心。行くぞ。うれ。よっしゃー。勝てた。勝ちました。運が良かった。やっぱこいつには補助ですね。ゲージ空っぽ。ホックブレスと、まあ、おたけびがあったんで、あと落下じゃ、もう全部積んだね。落下じゃ、ラクンダ、タルカじゃ、いや実はですね、あの一回勝ってたんですよ実は。でなんでやり直してるかっていうと、俺フォックブレスかけた上に、あの鬼でスクカジャかけちゃったんですよ。あっていう気づいて、これ縛りないように反するようなっていうの気づいてしまいまして。そうだよな、それって4、やべえこれ4段階差ついてると思って、いやー避けるな、やったら避けるなと思って、避けるよな、それ4段階だからな。あ、この赤のカポーテと同じ状態だから。というわけでね、やり直し、やっぱ、当たります、攻撃が。当たり前なんだけど、あ、上がるな、ということがありまして。次どうしよっかなぁ。イヤマンテって最後なんだっけなぁ。火炎耐性とかだね、これ確か。衝撃効用。で、衝撃効用よく考えたら、衝撃効用よく考えたら、アイスブレスと、あと、まあ、俺、放電覚えちゃってんすよね。竜巻にはコスパがあんまりあれなんですよね。っていうのをちょっと考えたら、放電とアイスブレスを残す形にしようという結果に行き着きまして。まあそうですね。アイスブレスはまあ固まるとね、物理。体勢とかね、なんか向こうとか関係ないんで、まあ放電もね、あの痺れたら、見返りがかなりでかいんで、まあ、竜巻消しかな先は、そんな感じですね。それカヤックだな。よっしゃ、いったんじゃん。切りたいと思います。いやー、とりあえず勝ててよかったっす。上がりましたね。力だな、頭欲しいし。よく考えたらこれ放電、竜巻、アイスベース。三属性覚えてんだよな。で、アイスブレスって、氷結になった時に、あの、なんだろう、物理効かないやつに行けるようになるし、放電もなんか、なんだろう、恩恵がでかいんで、で、コストかな、強いんだけどな。紅葉、諦めましょう。来た。あ、ははは。しびれが、しかもしびれ走った走んの遅くなくから、いや直し行くの弱々しい。マラソン選手のなんかラストスパートみたいな感じになってんの。うい、近くにあるっていいな。というわけで、なんあのですね、仲間が、仲間とモムのタワラカと増えてきたんで、でまあ枠もね10になったんで、なんか作ろうかなと
思っております。うわ、バックアタック、いや、あれですね、あの大僧侶、まあ一応勝ったんですけれども、鬼下げるか、勝ったんですけれども、あのタイミングが変だ、勝ったんですけれども、まあ人知らずに、あの雷道戦なんですけれども、これよく考えたらタルカじゃ積んでる状態で、あのまあラクンダをかけて、あのデクンダを誘ってたんですけど、あれってあれだよなっていう、誘うためとはいえちょっと、まあでも そんぐらいはちょっとあの見逃してほしいかなすいません、ちょっと配慮が足りなかったです。そういえばっていう、挑発の時はねあれだったんですけど、ね、そもそもがっていうあれでしたね。あれか、落下じゃ1回かけた状態で、あれか、ラクンダをかければよかったって感じだったんだな。今後気をつけたいと思います。ここまた、無眼ダメだ。他のは、いいか。そうっすね。今度、そういう状況になったらちょっと気をつけていきたいと思います。まあ、デクンダ誘うのがやっぱ強いんで、配慮が足りなくて申し訳なかったっす。タラカ、ブラックウーズ。なるほど。モムの、あ、バイブカハできるな。リフトマ、うわ、微妙。犬神、エアロスができるな。コモリウタ、ディオ、ジア。どうしよっか。上の方は、まあ結構、ライトマンもあるしな。この中で作りたいやつ、ブラックウーズも微妙だしな。何作りてえ、これ。これさ、とりあえずエアロス作って、なんかもう一個じゃあ作るかっていう流れだよな。あらかいるしな。ブラックウーズギリできるっていうのがまたね。自殺物理について全撃衝撃に弱いと。エアロス作るか、とりあえず。精霊を作って。うん、バララディ、マリンカリンか。行こう。ノン。あれ、やべえ、あ、ごめんなさい、やべえ、やっちゃった。あ、よかった、一緒だった。いい絵で、はいと。エアロス。見たまって作れたっけ？見たまなんか作れなかった気すんだよな。エアロスは、あ、下げるんだっけ？ダメじゃないですか？もうよくて、まあ、じゃあ、よし、じゃあこれ作って、生贄にエアロスを捧げて、ジオ、気合、突撃。ジオ、気合、突撃と、こういう感じになりました。じゃあ行こう。うわぁ。さっき作ったエアロス。そっか、下げるんだよな、精霊って。いや、エアロス。バイブカハ、これメスなんだっけこいつ。あたしメスでした。からの、うん、仕込めって高いんだね。
こいつって浅草とかだっけ出てくんの。ナーガは、あれ、有楽町。サルタヒコはもうちょいで出てくんね。うん。行動で出てくる。スザクいいね。欲しいんだけど。とりあえずまあこんな感じに。7だからまた枠できたな。うん。よし。というわけで、これからは、魔人戦、補助関連ちょっと、気をつけるということで。まあ、あの戦い方は、まあ、ダンテじゃねえ、ライドだからやったっつのもあるんですけど、今後あるかもしれない。デカジャデクンだがな、マザーハーロットの時が結構あれだよな。あれ、マカカジャあるやついないときついんだよ。